ニュースポストセブンです。5月9日のヤクルト戦で親指を骨折した巨人の坂本勇人内野手のプライベート姿をキャッチしました。4月中旬の夜、都内の繁華街でミートソースパスタが680円という庶民派パスタ店から出てきた坂本選手。パーカーに白のスニーカーとラフな服装で、頭にはメジャーリーグの名門、ニューヨークヤンキースの野球キャップをかぶっていました。スポーツ記者は、オリンピックの初戦は7月末で、怪我は全治1ヶ月と見られているので、間に合う可能性はある。ただ、オリンピックはあるのかがわからない状況。選手として難しい局面にあるとコメントしています。ニュースポストセブン。